トーマン、ファーストトーマン。あ、でかいわ。まあでかいでかい。でかいんかな。おっしゃ。あ、バイ。刺さらんねや。スピードが上がってきたな。ミスバイとしてもまだ食ってくるんかな。惜しいことしたな。おっしゃ、おっしゃ。あかん、ドラッグ止まらんわ。ヘイヘイヘイ、オッケー、ヘイヘイヘイ、フーフー、オッケー、ビッグワン、フッ、オー、ヘイ、素晴らしい、最高。いやー、なんかすごいスピードがすごいね。やっぱトルクもあるし、まあでも竿がロッドがロッドなんで、こう浮き上げるパワーはすごいね、バンタムロッドは。 OK、 はい、はいはい、今のはね、あのボイルみたいなのがあって、ここって、でそこからこうディープクランクを打って、これまでにずっとアプローチしてくる中で、こうマックススピードっていうのがこうちょっと悩んだ部分 でスピード変えていろいろやってきて、あるスピードで1回ワンバイトがあって、でまあこのスピードかなって、この巻きスピードかなと思ったところで、次入れたらスーパーバイト。その後はもう結構ねファイトしたんですけど、やっぱりこのバンタムロッドのパワー、バットのパワーで結構上げることができる。こう持ち上げる、突っ込むけどすぐ上に上げてくれるっていうので、まあまあ綺麗にファイトはできたと思います。まあ、このロッドのおかげですよね、今ので。やっぱこれ今回ね、あのハイギアのメタニウムの、シマのメタニウム MGL のハイギア使ってます。だから巻くのも速いんで、リフティングが速くて巻きスピードも速いんで、ファイトが楽で、綺麗にファイトできて綺麗に取れるっていうところです。一匹釣ると曲がるね。曲がってました、やっぱり。これだけの8缶じゃ曲がるわ。結構おるんやね、釣り人。
あ、まいまい。やっぱ浅いと、映像が浅いとダメなんかな。下下でいかんと、常にそんな気がしてきた。これがいいね。ソフトベイト、フロック。すっげえ水かみがいいな。ああ。行っとく。You come near, near with.おっしゃ、外れたか。あー、まあ、回っとんな。あ、抜ける抜ける。オッケーオッケー。はい。はあ。トーマン。やっといたね。奥やね。めっちゃ水あったけえし。やりきったよ。わあ、長いね。あ、でもめっちゃいい出方したわ。パッコン一発食ったもんね、向こう。いや、巻かれたけどやっぱ。フィッキングがすごいしっかりしとるもんで取れました、バッチリ。はい、2日間ね、トーマンを狙った、まあ、初めてのタイでの挑戦なんですけど、終わりました。で、結果的にはね、でかいトーマンも釣れて、初めての挑戦としては自分ではねすごい満足してます。で、まあいろいろね2日間やった中で思ったことが、まずとにかくこうキャストをどん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 キャストをしていく中で、そのキャストの精度、瞬間的にシューティングするっていうキャスト精度がすごい必要になるかなと思いました。あとはやっぱり巻きスピードをいかに持続して、ずっと巻いていけるかっていう、これをスタンスをずっと続けることでバイトを得られるっていうトーマンのね、そんな感じがしました。あとルアーに関しては少しねいろいろ飛行機の関係で削って持ってきたんですけど、次来る時はもう結構でかいマグナムベイトとか含めたすごいスピナーベイトももっともっと重いものとかチューニングしたものを持ってくればもっと攻略できるかなと思います。おそらく釣れる魚はトーマンは増えると思う。でやっぱりね、今回このシマノのバンタムっていうロッドを使ったんですけど、すごいトーマンってこうかけてからすごいパワーファイターで、そんな中、やっぱこのバットがある程度の力をかかるとグッと上げてくるこの
すごい力を発揮するバンタムロッドっていうのはこのトーマンフィッシングにはすごい向いてるかなと思います。あのカバーの中でもねスピニングで取ったんですけど、これもやっぱりすごいパワーを発揮するロッドでした。だからあのカバーの中でも取れたかなと思います。でね、リールに関してはやっぱこれは僕のあれなんです。今回このメタニウム MGL っていうのを使ったんですけど、まずハイギアが合うかなっていう。結構ルアー巻くのがスピード速いんで、常にやっぱりメタニウムの MGL がこうキャストがねスムーズなんで、精度の高いキャスティングもできるしロングキャストもできるっていう。でリールがこう軽くて巻き心地がすごいスムーズなんで、やっぱここのトーマンフィッシングにはメタニウムの MGL がすごいマッチがいいかなと思います。でスピニングに関してはやっぱ3000番クラスで、ハイギア、これもハイギアがかけてからと、あとあのフロックとかをスピーディーに巻くためにすごくいいと思います。っていうのでまたぜひ挑戦したいですね。見えたものはすごいあるんで、初めての挑戦にして次はこう、こういうことをしよう、ああいうことをしよう、そしたら釣れるかなっていうすごい見えたことがあるんで、またぜひね、タイのトーマン挑戦したいと思います。